皆さんこんにちは。日本ライトハウス情報文化センターエンジョイグッズサロンの江島です。今日はアイコサポートをご紹介します。アイコサポートはスマホを使って遠隔でサポートを受けられるサービスです。まず紹介動画がございますのでご覧ください。愛子ちゃんがあるおかげで一人で今でも外に外出ができたりとかお買い物ができたりとかできてます。行ったことないところとかお店までのガイドをサポートしてもらえるので助かってます。これから自由に何かこう自分の時間が作れるのになって思った時にちょうど見えにくくなってきていまして、外に出にくいというか外に出るのが嫌になる感じ、自分の生活の質が下がってるなっていう感じはしました。ヘルパーさんと一緒に行くことが結構多かったんですけど、ちょっとなんか気遣ってちょっと早く終わらせようみたいなって感覚があったんですけど、一人で出かけるっていうことが当たり前だったのができなくなってきたっていう時にアイコサポートに出会った気がします。お待たせいたしました、アイコサポートセンターです。今お店のそばまで来たんですけれども、入り口がちょっとわからなくて、はい、一人で外出がしやすくなったところがとっても助かってます。はい、右にビルがあって右の方を見せていただいてよろしいですか。はい、あ、はい、ちょうどそちらの方向に 4,5 メートル先入り口がございます。はい、あ、この辺りですね。手前に上りの階段があって段差が変則的なのでお気をつけくださいませ。今入られました。マグカップが今日欲しいんですね。あ、マグカップですね、かしこまりました。お花柄ですとかちょっと冬っぽい花の柄、ちょっとショートケーキの柄、いつも決まったものしか買わない感じになっていたんですけれども、新商品とか新しいものを手にすることができるようになったっていうのは楽しい。ブラッと出かけてブラッと立ち寄ってとか、見えていた時に当たり前のようにやっていたことが今また取り戻せているところがありがたいなと思っています。なんか道に迷うこともないし、障害物があった時に教えてくれるので助かってます。今立っていらっしゃる歩道をこのまままっすぐ進まれまして、横断歩道を渡った先 7,8 メートル先、人が2人立ってます。取りすぎられました。なんか幕の内弁当買いたいなってなった時に全然違う弁当普通に食べてたりとかってあって、ちゃんと自分の食べたいものを食べたいなって、アイコサポートを使って自分でできることっていうのをどんどん増やしていけたら生き生きと生活できるかなっていうふうには思いますね。アイコサポートがあるおかげで今見たいとか今知りたいこととかすぐに助けてもらえたり、本当にいつも助かってます。ありがとう。誰もがもっとワクワクする社会を作りたい、アイコサポート。アイコサポートのホームページには実際のオペレーターの音声によるサービスの概要を聞くことができます。では実際に聞いてみたいと思います。それではアイコサポートのホームページを iPhone のサファリを使って開いてみます。サファリ、サ
サファリ、アイコサポートロゴマーク、見出しレベル1、訪問済み、リンク、画像、バナー、ランドマーク、C 項、アイコサポート。アイコサポートのホームページが開きましたので、一本指右スワイプで情報を聞いていきます。誰もがもっとワクワクする社会を、画像、お問い合わせ窓口電話番号、画像、電話、050-3821-0836、リンク、営業時間、9時から21時、エンド、バナー、アクセシビリティボタン、トップページ、訪問済み、お知らせリンク、サービス内容中黒利用、料金中黒お申し込みリンク、フリーエリアについてリンク、よくある質問に、アイコサポートを利用して外出、知りたい情報を、知りたい時に、アイコサポートは見えない中黒、スマホカメラで映した映像や位置情報、サービス内容中黒利用方法、実際のオペレーターの音声でサービスの概要を聞く。停止するには一時停止ボタンを押してください。再生ボタン。はい、実際のオペレーターとの音声を再生ボタンで実際聞いてみましょう。こちらの音声はアイコサポートの概要を実際のオペレーターの音声でご案内します。アイコサポートは見えない、見えにくい方に声の視覚情報を提供するサービスです。スマホカメラで映した映像や位置情報を遠隔のコンタクトセンターがお伝えします。アイコサポートだからできること。1、必要な時に今すぐ。アイコサポートは必要な時に即座にご利用いただけます。人だからこそ双方向にコミュニケーションを取りながら柔軟に必要な情報を得ることができます。2、大手企業グループの運営による安心。アイコサポートの運営は、損保グループである株式会社プライムアシスタンスが行っています。厳格な個人情報管理のほか、同行援護従事者研修、または同等の研修をはじめとした専門教育を受けたオペレーターがご案内いたします。3、お出かけを楽しめる。専門スキルを持ったオペレーターが、スマホの位置情報やカメラの映像により、現在地の特定や目的地までの移動をサポートします。お客様の声をご紹介します。道に迷って慌てている時もアイコサポートにつなげば、あとはオペレーターが目的地までのルートを教えてくれるから簡単で安心。地図アプリが使いこなせなくても大丈夫。店員さんや周囲に気を使っていつも同じ商品を買いがちだが、自分の気になったものを案内してもらうことで新しい商品を購入できる。個人情報がしっかり管理されているので、役所や金融機関からの重要書類も安心だし、要点だけ読んでもらえるから早い。サービス内容と料金のご案内です。営業時間は土日祝日を含む毎日朝9時から夜の9時までです。利用料金は毎月合計120分まで、税込み5500円です。毎月1日から末日までの1ヶ月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。初めてご加入される方は最大2ヶ月無料でご利用いただけます。お申し込み月とその翌月は無料でご利用いただけます。利用時間の追加購入は30分ごと税込み1375円です。月額プランにご加入の方のみご利用いただけます。ご購入後の返金はしておりませんのでご了承ください。アイコサポートフリーエリアという企業や自治体が提供するエリア内において無料でご利用いただけるサービスもございます。有料プランと異なり、ご利用いただけるエリアが限定されています。ご利用いただけるエリアなどの詳細は、アイコサポートホームページのフリーエリアについてをご参照ください。お申し込み方法のご案内です。まず、アップストアからアイコサポートアプリをインストールしてください。アプリを開いてください。位置情報の共有
を許可するか聞かれます。アップの使用中は許可を選択してください。カメラへのアクセス、マイクへのアクセスについて聞かれますので OK を選択してください。次はお申し込みプランの選択です。有料の本会員様のお申し込みとフリーエリアプランのお申し込みで選択するボタンが異なります。それぞれご希望される方をお選びください。次の画面で利用規約に同意するとお申し込みページに進みます。お名前や住所などの会員情報をご入力ください。有料の本会員へのお申し込みの方はクレジットカードをお手元にご用意ください。会員登録が完了するとお客様のログイン ID とパスワードがメールで届きます。アプリを起動し、ID とパスワードを入力し、ログインしてください。ご不明なことがございましたら、愛子サポートまでお問い合わせください。ウェブサイトのよくあるご質問にもいろいろ掲載しております。皆様のお申し込みをお待ちしております。それでは、アイコサポートを実際に使ってみたいと思います。日本ライトハウス情報文化センターは、アイコサポートのフリーエリアとなっていますので、どなたでも自由に体験をしていただけます。はい、では、実際にアイコサポートを使ってみたいと思います。今私は、情報文化センターの1階の自動販売機の前にいます。ここで、ドリンクを実際選んで買うところまでをやってみたいと思います。アイコサポート、ではまずアイコサポートを起動します。アイコサ通話開始ボタン、それでは通話開始というところでダブルタップをしてつないでみたいと思います。通話開始ボタン、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、今初めてのご利用でよろしいですか？申し訳ありません、今お電話いただいている方はアイコサポート初めてのご利用ですか？はい、そうです。はい、かしこまりました。そうしましたら恐れ入りますがテストコールがで少しお話をしたいんですけれども、お時間いただいてもよろしいですか？はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。そうしましたら初めてのご利用にあたりまして、ご用件を お伺いする前に安全上の注意点を皆様にお伝えしております。アイコサポートは遠隔からの情報提供であり、スマートフォンの映像には正面の狭い範囲しか映らないことから、足元や周囲の安全確認は必ずご自身でしていただくようお願いいたします。はい、カメラは背面カメラを使用しています。より円滑なご案内のためにお伺いさせていただきたいのですが、移動の補助には白杖や盲導犬などご利用されてますか？はい、はい、使ってます。どちらでしょう？白杖かも盲導犬どちら？白杖です。白杖です。白杖ですね。はい、はい、かしこまりました。はい、また歩きながらの利用時は映像の揺れの影響で正しい情報がお伝えできない場合がございますので、あらかじめご了承くださいませ。はい、わかりました。はい、また1回の通話は10分以内を目安にご利用ください。はい、はい、ここまででご不明な点はありませんか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。それでは今自動販売機が映ってるようなんですが、はい、自動販売機のご案内でしょうか？はい、自動販売機で、はい、冷たいコーヒーのブラック、はい、無糖のものを選びたいんですけれども。冷たいコーヒーで微糖でブラック、ブラック、はい、冷たいコーヒーのブラックですね。はい、はい、かしこまりました。ではちょうど左側に、自動販売機見えてますので、恐れ入ります、今自動販売機の一番隅にいらっしゃるようなので、はい、左に 1,2 歩を行っていただくことができそうですか？はい、はい、
こんな感じですかね。ありがとうございます。はい、そしたらですね、今カメラと自販機がだいぶ近い位置にあるようなので、はいはい、カメラだけ、お体さんのはそのままで、カメラを少し引いていただいてもよろしいですか。はい、こんな感じですかね。はい、ありがとうございます。そうしたら全部で3段ある自販機のようでして、はい、上から順にあのお目当てのものがあるか確認しますので、そのカメラの位置は向きはそのままで、カメラを上に向けていただけますか。はい、ありがとうございます。ではその位置からカメラをお願いします。はい、カメラをですね、左側ですね、横にこう左に、はいはい、もう少し左側見せていただくことができそうですか。はい、ありがとうございます。上段は全部ペットボトルでして、はい、今映っているところにはコーヒーはなかったので、今度は右側に振っていただけますか。はい、はい、あ、もう少し右お願いします。はい、ありがとうございます。上段にはコーヒーはありませんでした。はい、で今ちょうど2段目にコーヒーが見えてるんですが、ここがあったかいコーヒーみたいなので、なるほど、左に振っていただいてよろしいですか。ありがとうございます。2段目もなかったようなので、一番下をお願いし、一番下にカメラまず向けていただけますか。はい、こういう感じですかね。はい、ありがとうございます。はい、今ちょうど映ってるのが冷たい、プルタブで開けるタイプで、はい、ですね、一番左がワンダモーニングアロマって書いてあって、はい、ちょっと微糖化と油、あ、今映ってたすいません、微糖だったので、うん、カメラを右へ振っていただいてよろしいですか。はい、はい、はい、ありがとうございます。今ちょうどブラック、はい、ワンダモーニングショットブラック、はい、朝専用っていうフルタブの冷たいコーヒーが今見えてます。はいはい、あとは右側にもまだコーヒーありそうですか。確認しますか。はい、じゃあお願いします。はい、はい、すいません、残りが、缶の蓋のタイプで微糖のコーヒーでしたので、はい、冷たいブラックはさっきのプルタブの1種類のみのようです。ね、はい、そちらの商品でよろしいですか。はい、はい、はい、購入まで行いますか。あ、じゃあ、何番目のボタンかまでちょっとお願いします。はい、かしこまりました。はい、そしたらですね、恐れ入ります、カメラを気持ち少し下へ下げていただいてボタンの確認をします。はい、ありがとうございます。ではそこからカメラを右側へゆっくり動かしていただけますか。はい、ありがとうございます。そしたら一番下の段の一番右のボタンから、1,2,3,4,5 番目、5番目です。はい、5番目、あ、そうですね、今ちょうど、はい、あ、これですね、出てるところがブラック、そうですね、はい、ここがブラックです。はい、あとはその他確認されたことありますか。はい、あと、お金を入れる場所は、はい、お金を入れる場所はおそらく一番右側の下の方にあるかと思われますので、カメラをまず右へ振っていただけますか。はい、はい、はい、もう少し右へお願いします。はい、ありがとうございます。そこからカメラを下にお願いします。はい、ありがとうございます。そしたら小銭を入れるところがちょうどカメラを映していただいている、もう手を伸ばしていただければお金を入れるところがありますか。はい、ここですね。あ、確認取れました。はい、はい、大丈夫です。はい、はい、はい、またお待ちしてます。はい、ありがとうございました。はい、失礼いたします。はい、失礼いたします。通話が終了しました。はい、実際にアイコサポートオペレーターの方とお話ししてドリンクのボタンの位置とかお金を入れる場所確認ができました。この他にもコンビニなどのお買い物の際に商品の場所とかをオペレーターの方に案内いただいたりとか便利に使っていただけると思います。
興味のある方はぜひ体験してみてください。今回は愛子サポートの紹介でした。